ない。暇だったらさ、掃除を手伝うとかいろいろやることあるでしょうよ。はい、今ちょっと忙しい。何が忙しいのよ、ダラダラしてるだけじゃないの。あのね、ダラダラしてるように見えて実はいろいろ考えてるの。両親の老後のこととか介護のこととか。あなたに私たちの老後を心配していただかなくて結構です。あ、それよりさ、ちょっとこれ見て。何？お見合い写真。なんでよ、もう勘弁してよ、いらないって言ってんじゃん。だってしょうがないじゃん、おばさんが毎度毎度うるさいんだもん。今度の方は外国人ですってよ。なんとイタリアの方らしいわ。いや、なんで？だってそんな嫌だよ、マカロニ臭くてさ。いいじゃないよ、マカロニ好きでしょ、サイゼリア。若くてイケメンだしさ、愛の写真見せたらすっごい気に入ってくれたんですって。あー、ボンジョルノーってボンジョルノはただの挨拶だから。ま、とりあえず見てみなさいよ。いや、まあ確かにイケメンかもしんないけどさ、外人ってほら劣化も早いし。とりあえず会ってみるだけ会ってみたらいいじゃん、試しに。結構です。まあ、あ、そうだ、私用事思い出した、行かなきゃ。なんで？ちょっとちょっと待って、アイアイ待ちなさい。いや、じいさん悪かったね、カラオケ付き合ってもらっちゃって。いやいや、そんなお安い御用ですってどうも一人カラオケって恥ずかしくてさ。よかったよ、じいさん来てもらって。町内会のカラオケ大会練習しなくちゃいけないからさ。ん？なんですかこれ。え？ん？あ、何これ。ん？お、外人の写真。ほら、ずいぶんとイケメンだねこれ。外人って有名な方ですかね。いやー、見たことないけど。ごめんください。ん？誰か来たみたいですよ。誰？もうめんどくさいな。ちょっとじいさん見てきましょうか。あ、いいかい頼むよあ、セールスマンとかだったら追い返しちゃっていいから。わかりました、ちょっと行ってきますお父さん、なんかお客さんみたいですよ。え、お客さん。はい、皆さんお待たせしました、ルチアーノエビロッティです。それではまずご挨拶代わりに一曲、歌劇トゥーランドットより誰も寝てはならぬ。ねえ、サンドルマ、ねえ、サンドルマ。なんなんですか、急に大声出して。誰も寝られないでしょ、そんなんじゃ。なになになに、ちょっとなに。え、このエビロッティの歌を冒頭で止めるなんて一体何？あ、すいません、なんか急に大きい声出すからちょっとびっくりしちゃったっていうか。まあ、あなたたちはとてもラッキーです。このエビロッティの歌声を生で聴けるのですから。それでは気を取り直して改めまして、歌劇トゥーランドットより誰も寝てはならぬ。ねえ、ちょっとうるさいから、もう誰も寝れないでしょ。何なんですか、うるさい、このエビロッティの歌声を、うるさい。うわー、まあちょっとあんた、あの男に何とか言ってやってくださいな。うるさい、うるさい。はあ、ちょっとあんた、この男に何とか言ってやってくださいよ。キリがないから。だからあんた誰なんですか。だからさっきから言ってるじゃないですか、世界的オペラ歌手のルチアーノ・エビロッティです。オペラ歌手？フィ？オペラ歌手が何だってうちに来たの？何だってって、それはあれですよ、フィアンセに会いに来たんですよ。フィアンセ？え、なんかの勘違いじゃないの？あ、いや、あ、ほらほらほら、私の写真があるじゃないですか。これあんたなの？スイ？だってどう、全然イケメンだし、これ全然違うでしょこれ。いや、まあちょっとだけ昔の写真ですからね。いやいや、全く面影ないからこれ。あの、すいません。おう、うん、あなたは？あの、じいさんです、はじめまして。ボンジョルノ、シギョルジ。その写真の人ってことは外人の方ですか？スイ、私はイタリアからやってきました。そのイタリアってとこの言葉も話せるんですか、もしかして。あ、もちろんです。何か教えて差し上げましょうか。ええ、教えてほしいです、じいさん、教えてほしいです。いや、ゴキブリがイタリアが覚えてどうすんの。ああ、いいでしょう。それではまずね、挨拶から。ボンジョルノ、ボンジョルノ。え、やんの？スイ、ボンジョルノ。おー、ブラーボー。では続いて一番大切なイタリア語をお教えします。いいですか？
セイベリッシモ、セイベリッシモ、セイベリッシモ。これはどういう意味なんですか？ああ、これは女性にあったら必ず言ってください。あなたはむちゃんこ美しいという意味で。なるほど。セイベルシモ。うん、それでは引き続きましていきますよ。パンツを見せてくれいな、パンツを見せてくれいな、パンツを見せてくれいな。もっと気持ちを込めて、パンツを見せてくれいな、パンツを見せてくれいな、パンツを見せてくれいな。もうなんなの、またわー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 騒いで。おお母さん、セイベリッシモ、セイベリッシモ。うるさい、何言ってんのよ。こっちのおっちゃん誰？あ、そういえばあのフィアンセって言ってました。フィアンセ？誰の？はい、修行ら、お待たせしました、セイベルシンマ。なんかうるさいんですけど。この人だって、ほらこの写真、ほらこのおじさん。はぁ、ねえサンドルマ。